皆さんこんにちは、アパレルオです。今回ご紹介する商品は2024年の、グラミチの秋冬の新作ですね。こちらフォーウェイストレッチトラックパンツをご紹介していこうと思いますので、ぜひぜひ最後までご覧いただければと思います。はい、ということでね、いつも通り簡単に素材やディティールから、ちょっとご紹介していこうと思うんですけども、こちらはややゆとりのある、シルエットで、裾口が、ゴム仕様のトラックパンツとなっております。縦横斜めに伸びる伸縮性に富んだ、フォーウェイストレッチのため、本当にねストレスフリーで着用いただけるアイテムとなっております。軽量でタフなナイロン素材で、ドライタッチと製品洗いを施したワッシャー感が、特徴的な、アイテムとなってまして、また右の膝のところにですね、刺繍の、ロゴが同色で、入っているっていうところも一つポイントなんじゃないかなと思いますので、ぜひね最後までご覧いただければと思います。またこちらね、日本限定発売となっておりまして、一つ注意点があるんですけども、まだねちょっとオンラインの方では発売されてないアイテムとなっておりまして、まあなんでじゃあ紹介しとんねんっていう話なんですけども、まあ、店頭の方にはね納品はされておりますので、ちょっとね先行でご紹介だけさせていただこうかなと思っております。でこちら公式サイトにも、載ってるんですけども、8月16日から、8月31日までですねの、予約受付期間がありまして、まあ、そこから、販売開始という流れとなっておりますので、気になる方はねぜひグラミチの公式サイトを、ご覧いただいても、いいかなと思いますので、気になる方はね一度そちらをちょっと覗いていただければいいかなと思っております。で、まあ、後ろのポケットに関しましては、片方がジップ仕様となっておりまして、片方がベルクロの仕様となっております。もうとにかくね、生地感的にも全然今すぐ履けるぐらいの結構薄手なナイロンの生地となっておりますので、まあ、秋冬の商品ではあるんですけども、まあ、真冬以外着用可能なんじゃないかなと、個人的には思っております。でこちら実際着用してるんですけども、163cm54kg で今黒の M サイズを着用しております。まあ、僕の身長でしたら、まあ後でね S サイズ履いてるんですけども、まあ、S サイズが一番シルエット的には綺麗に見えるんじゃないかなと思いますが、まあ、このぐらいの緩さの方が好きだよって方でしたら、全然ワンサイズ上げていただいても、まあ、ウエストに関しましては、ウェービングベルトついておりますので、まあ本当ベルトいらずで、まあ、ここで調節はできるような仕様となっておりますので、まあワンサイズ上げても個人的には問題ないんじゃないかなと思いますので、まあその辺も含めて、ちょっとねサイズ選びのご参考になれば、個人的には嬉しく思います。で横のねスラッシュポケットも非常にこの手の、出し入れというか、まあ、しやすい感じになってますし、もうとにかく何よりも履き心地っていうところがね抜群にいいパンツかなと思いますので、気になる方はねぜひ一度履いていただくだけでも、体感していただければ、まあ、このね肌触りの良さ、ストレッチの、履き心地の良さっていうところはすごくね体感していただけるんじゃないかなと思います。まあ、よくねこういったパンツって膝が出るんじゃないかとかね思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、出ないと言ったらねやっぱりもちろん嘘にはなるんですけども、まあ、そんなにねちょっと出にくい感じの生地感なんじゃないかなと思いますので、まあ、その辺もちょっと、触っていただければ少し分かっていただけるんじゃないかなと思います。で裾のリブに関しましてもそんなに強めではないですので、まあ、ちょっとねキュッとなってる感じですので、まあ、程よく、足元のところで生地がたまるような感じの、リブ感だと思っていただければと思います。 M サイズで、まあ、このぐらいのねたまりができるような感じになっておりますので、まあ、ボリュームある靴とかとのね相性は非常にいいかなと思いますが、まあ、あのコンバースのような、ちょっとねペタンとした、靴でしたら、まあ、ちょっとすっきり履いていただいた方がバランスは個人的には取りやすいんじゃないかなと、感じました。でこちらもう一色の方のグレーですね、この色もね、まあ、ちょっと絶妙なチャコールグレーまで濃くなくて、普通のグレーよりちょっと濃いめなちょっと中間色的な感じの色目になるんですけども、まあ、その反面ね非常にこのコーディネートしやすくて、トップスの色靴の色もね選ばずお使いいただけるんじゃないかなと思いますので、まあ、黒だとねちょっとこう重いなとか、なんかこの光沢がねちょっと気になるなって方でしたら、このグレーがね個人的には一番いいとこ取りな感じは、しますので、この色もね非常に使い勝手がいいので、おすすめしたいカラーとなっております。
まあ、このねもちろん刺繍も、グレーで同色で、施されておりますので、まあ、そういったところのね高級感といったちょっと大げさかもしれないですけども、まあ、こう目立たず、でも程よくアクセントを作ってくれるこの刺繍のワンポイントっていうところは、いいんじゃないかなと思いますが、まあ、ノースペースもねよくこういった使用されてるんですけども、まあ、それにちょっと、寄ってる感じかなと思いますので、まあ、そういえば、イメージしやすいんじゃないかなと思います。でこちらがちょっとグレーの S サイズを履いてるんですけども、やっぱりね一番変わるのは太ももの裏と裾の、溜まり具合ですね。やっぱこっちの方がね本来のこのパンツのシルエットの綺麗さっていうところは、出るんじゃないかなと思います。あとはねもうしつこいようですけど、この縦横伸びる 4way のストレッチですね。まあこんなにね楽さを求める必要ないよって方はね、まあそんなに惹かれるポイントではないかなと思いますが、まあよくねこう立ったり座ったりとか、まあアクティブな、環境の時に履きたいよって方とかはね、めちゃくちゃ向いてるパンツなんじゃないかなと思います。まあそれでいてね、なんかこのアウトドアにめちゃくちゃ寄ってるとか、ジャージっぽく見えちゃうんじゃないかっていう感じの、シルエットではないですので、まあそういったところがね普段の街着としても、使える一つのポイントなんじゃないかなと思います。で S サイズはこのぐらいのたまりですね。やっぱりこのぐらいの方がねやっぱ足元、すっきり見えますので、あんまりこうぐしゅぐしゅっとねたまりすぎるのもねやっぱだらしなく見えちゃいやすいですので、まあ、このぐらいの方が個人的にはバランスはすごく一番綺麗なんじゃないかなと思っておりますので、まあジャストで履いていただくのが、大人の方には向いてるんじゃないかなと、感じております。まああんまりねこの裾がたるまなさすぎるのも個人的にはちょっとね短いんじゃないかと思われてしまいやすいかなと思いますので、まあ、程よくたまるのが一番ベストな、丈感かと思います。でこちらね公式ではもう一色、ネイビーというカラーがあるんですけども、ちょっとうちはね黒と、グレーしか、仕入れておりませんので、今回2色のご紹介になるんですけども、まあ本当に、やっぱりね何度も言うようですけども、履き心地の良さ、肌触りの良さ、本当にねこの2点に関しましてはもう抜群の、いいところかなと思いますので、ぜひね体感していただければ良さは伝わるんじゃないかなと思っております。まあ、それでいてね本当に綺麗めなスタイリング、まあちょっとねジャケット系であったりとかシャツ系とのねコーディネートの相性もねこのシルエットでしたら全然可能にしてくれるかなと思いますので、まあカジュアルスポーティーなスタイリングから、まあ、やや綺麗めなところまで幅広く、対応できそうな、感じのこちらのトラックパンツですね。ぜひね気になる方はチェックしてみてはいかがかなと思います。こちらはどんな姿勢でもストレスを感じさせない履き心地っていうところで、ブランドのルーツである、クライミングシーンにおける機能性はしっかりと残しつつ、現代のライフスタイルに合わせた、スリムなジョガーパンツとなっております。全方向に伸びるストレッチ性は膝を曲げた際にも、足へのストレスを軽減してくれるっていうところと、ネオプレン素材のような、弾力性のある質感と、膨らみと張り感があって生地の中に空気を留めることで、保温性にも優れているダブルニット素材が使われておりますので、まあ、秋冬はねもちろんですけども春先でも、十分活躍してくれる感じですね。また細身ながらストレスなく着用していただけるっていうところで、まあ、シルエットはねもう抜群に綺麗のは、もう申し分ないんですけども、まあ、それでいてノンストレスっていうところと、まあ、本当にね足を長く綺麗に見せてくれるっていうところの、存在感というか、まあ、そういったところのデザイン性はねもう抜群にいいパンツかなと思いますので、気になる方はねぜひ一度履いていただければこちらの良さっていうところは体感していただけるんじゃないかなと思いますので、気になる方はねぜひチェックしてみていただければなと思っております。はい、ということでねちょっと僕も実際履いてみたんですけども、こちらはグレーの方ですね、を S サイズを着用しております。身長は163センチ、体重54キロで、着用 S サイズを履いてるんですけども、まあ、僕の身長ぐらいの、体型の方でしたら全然 S サイズでも、余裕で履いていただける感じかなと思います。まあ、ポイントとしましては、一応ねこの横についてるスラッシュポケットは非常にね出し入れしやすくて、手がねめちゃくちゃスムーズに入るこのマグ
口となっております。で、後ろのポケットのところはベルクロで、留めるような仕様となっておりますので、まあ、物もね飛び出ない仕様となってて、まあ、こちらのグラミチの刺繍っていうところも、まあ、本当に同色になってますので、遠くから見たら全く目立たない感じになってるっていうところも非常に個人的にはいいポイントかなと思っております。まあ、とにかくねこのお尻周りもそうなんですけど、ふくらはぎであったりとか、太もものところもね結構密着感はあるんですけど、全然こう嫌な感じではなくて、非常に履き心地はめちゃくちゃいいかなっていうところですね。足のね裾のリブに関しましてはめちゃくちゃギュッとしてるってわけではなくて、程よくねこのボリュームがとどまってくれるような感じの締め付け感ですので、まあ、決してねこう靴下の上から履いてても、全然こんなめちゃくちゃ窮屈やなって感じは全くないような感じでございました。でまあサイズがねちょっと太ももとか、俺は太いんだよって方とかね、まあサイズ上げる方もいらっしゃるかと思うんですけども、まあその時に一つ、ポイントとして見ていただきたいなと思うのはこの裾の溜まり具合ですね。ここがあまりにもねこうぐしゅぐしゅとなるようでしたら、極力ジャストサイズ選んでいただくか、まあこのパンツの形自体あんまりもしかしたら相性が、そんなに良くないかもしれませんので、まあそこはねこのたるみ具合で判断していただければいいんじゃないかなと思っております。で続きましてがこちらブラックの方ですね。まあ、こちらのブラックに関しましては結構ね光沢がわりかしあるような感じですので、上品さっていうところはこの色が一番強く出るんじゃないかなと個人的には感じております。まあ、本当にね履くだけで、まあ、決してこの家のスウェットパンツみたいな雰囲気にはならない、もちろんねお出かけ用として使っていただけるパンツとして、まあ、見た目もそうなんですけども、もう本当に使い勝手はこの黒はね抜群にいいんじゃないかなと思います。まあデメリット挙げるとすれば、まあなんかちょっと糸くずとか、まあペット飼ってらっしゃる方とかね、そういった毛はね非常につくとちょっと目立ちやすいかなっていうところが、挙げられるんじゃないかなと思います。でこちらも実際履いてみたんですけども、サイズをちょっとねワンサイズ上げて M サイズを履いてみました。 M になるとねやっぱり太ももの裏のところですね、まあ、それと裾のリブの溜まり具合っていうところ、まあ、その2点がね結構生地的に少しもたつきやすく見えるんじゃないかなと思いますので、まあ、シルエットの美しさっていう点ではやっぱりジャストサイズを選んでいただくのが一番ベストかと思いますので、まあ、この2つね見比べていただいた時に、まあ、どっちの方が好きかなっていうところの判断と、やっぱりすっきり見えた方がこのパンツのね元々の良さっていうところはしっかりと出ますので、まあその辺でね判断していただければ、個人的にはねそういった助けになればめちゃくちゃ嬉しく思います。やっぱ M になるとねこの裾の溜まり具合がね、まあ、30ぐらいになるので、こうなるとねちょっとこのだらしなさっていうか、まあ、めちゃくちゃだらしないわけではないんですけども、やっぱりこのスッキリ感っていうところはしっかりと、損なわれている感じは、見て取れますので、まあ、その辺はねちょっとこう注意が必要なんじゃないかなと、ワンサイズ上げるとこのぐらいの裾のたまりになってしまうよっていうねご参考になればなと思っております。まあ、これがね決してあかんわけではないんですけども、まあ、どうしてもねこのパンツの元々のこのデザイン設計とか、丈感の設定とか、まあ、見るとやっぱりねジャストで履いていただくのを推しているんじゃないかなと思いますので、まあ、その辺は、個人で各々考えはあるかと思うんですけども、僕個人的にはジャストがおすすめとなっております。まあ、ウエストはね本当に総ゴムになってますので、かなり、伸縮性があるような形で、まあ、ボタンで留めていただけて、こちらねバックルで、アジャストウェビングベルトですね、まあ、それで、調節はしていただけるような形となっております。まあ、ちゃんとね股下のとこもチャックがついてたりとか、もうとにかくこのスラッシュポケットが手が非常に入れやすいっていうところと、まあ、後ろのポケットもベルクロで中身が飛び出ないような、仕様になってますよっていうところですね。でこの生地感もね非常にこうつるっとした質感ですので、履いてて非常に履き心地がいいっていうのと、膝のところにあるグラミチの刺繍のマークも全くの同色になっておりますので、まあこのグレーはグレーで、ブラックはブラックで、まあ、あとヘザーチャコール、ヘザーグレーでしたかね、もう一色あるんですけど、その色も同じ色となっております。で裾のリブに関しましては強すぎず弱すぎずといった、まあ、絶妙なねこのボリューム感を保ってくれるような締め付け感というところが、こちらのパンツのポイントとなっております。
まあ本当にね、あったらあったで必ず重宝する便利な、まあ普段着用として使っていただいてもいいですし、ちょっとねスポーティーな雰囲気をパンツで出したいなっていうとこ、まあナイロンだとねシャカシャカする音が苦手だなっていう方には非常に向いてるパンツなんじゃないかなと思いますので、気になる方はねぜひこちらグラミチのテックニットナローリブパンツですね、お値段が税込みで 14,300円となっておりますが、まあ非常にね履き心地はもう抜群にいいですし、もう何よりもしつこいようですけども、もう美脚効果っていうところは、群を抜いてあるズボンなんじゃないかなと思います。まあ苦手な部分が出てくるかなと思うと、まあ予想するとやっぱ裾のリブですね、まあここがねちょっと好き嫌いが一番出てしまうデザインなんじゃないかなと思います。まあ個人的にもねあまりこういったリブのついたパンツってそんなに履かないんですけども、ちょっとたるませてこのリブのポボを中に折り込んでしまえば、まあ、そこまで気にはならないかなと感じましたので、まあ、その辺もねちょっとでもご参考になれば、まあ、アレンジしていただけるんじゃないかなと思いますので、ぜひ、見てみてください。こちらはリサイクルナイロンの 2way ストレッチ素材を一部使用しておりまして、柔らかい風合いに仕上げたロングパンツとなっております。また下は足さばきの良いアンクル丈となってまして、裾はシャーリング仕様で軽快さっていうところもねしっかりと高めてくれてます。シンプルでベーシックなデザインですので、まあ、スポーツシーンはもちろんなんですけども、日常の、カジュアルアイテムとしても幅広く、使えるんじゃないかなというパンツとなっております。またウエストの後ろの中央のところにですねスマートフォンサイズの、ファスナーポケットが入っておりますので、まあ、ちょっとね軽くランニングジョギングするときにはね、まあ、こちらに入れていただいてっていう感じでも、使えるんじゃないかなと思います。静電気の、発生を抑える静電気や設計となっておりまして、まあ、素材に関しましてはこの 2way ストレッチリサイクルナイロンというのはですね、まあ、ナイロン 85% ポリウレタン 15% となっておりまして、で今回ご紹介しているもう一個チャコールグレーの方なんですけども、そちらだけポリエステル 86% ポリウレタン 14% となっておりますので、まあ、ちょっとね肌触りも若干違う感じとなっております。体感なんですけども黒の方がねちょっと生地が薄いような感じの、雰囲気に、感じたんですけども、まあ、その辺もねちょっと気になる方はぜひね履き比べてみていただければいいかなと思います。でこちらはですね身長163センチ、体重54キロで、今ね黒の S サイズを履いております。やっぱりね結構フィット感がかなり出るパンツとなっておりますので、特に太もも後ろのあたりと、ふくらはぎの部分ですね、ここは結構ピタッとする感じなんですけども、まあ、もちろんね先ほども申し上げた通りストレッチが結構効いてるパンツとなりますので、窮屈感という部分ではね全くないんですけども、まあ、特に普段ダボダボのパンツ履いてる僕にとってはかなり違和感がある、フィット感っていうところは正直あったんですけども、まあ、その分ね本当にシルエットはかなりすっきり綺麗に、美脚効果もあるんじゃないかなと思いますが、まあ、ちょっとね上の T シャツとのバランスが今かなり悪いので、まあ、靴のボリュームもそうなんですけども全体的にあんまりよく写ってないかもしれませんけども、まあ、シルエット自体はね本当に、めちゃくちゃ履きやすくて綺麗な感じのシルエットっていうところの認識は、お伝えできればなと思っております。ウエストは一応総ゴムになっておりまして、ドローコードで、調節はできるような形ですね。で、裾のね、ところもアンクルパンツっていう名前の通り、本当にくぶだけぐらい、くるぶしぐらいの丈感になるんですけども、まあ、シャーリングもね、そんなにきつくないですので、ちょっと裾がクシュッとたまるぐらいのイメージですので、まあ、本当に足元かなりすっきり、見えるんじゃないかなと思います。まあ、今の時期でしたらね、でね、サンダルとかと合わせていただいても、まあ、バランスは取りやすいんじゃないかなと思いますが、まあ、ご覧いただいて分かる通りに、ちょっとあんまりね、ボリュームのある靴と合わすと、結構ね、バランスがあんまり良くないんじゃないかなと、個人的には感じておりますので、まあ、その辺はね、もちろんお好みなんですけども、まあ、少しね、すっきりめな、シュッとした靴との、方がバランスは正直いいんじゃないかなと、思います。でこちらがもう一色の、グレーの方ですね。まあ先ほども、お伝えしたんですけども、ちょっとねナイロンからポリエステルに素材が変わるっていうところで、まあ、少し気持ちなんか分厚く感じるような、雰囲気の、質感となっております。まあ、それでもねそんなにめちゃくちゃガシッとした感じなのかって言ったら全然そうじゃなくて、まあ
あの黒に比べるとやや張りがあるかなっていうぐらいの感覚で思っていただければいいんじゃないかなと思います。色的にはね、非常にこの色もねすごく使いやすくて、まあ、黒ほどねちょっと重くなりすぎずっていうところで、中間色としてはトップスの色、靴の色、全くね選ばずお使いいただきやすいかなと思いますので、個人的にはめちゃくちゃおすすめしたい、カラーとなっております。チャコールグレーほどね濃くなくて、普通のグレーより、やや濃いめぐらいの感覚の、グレーですので、まあ、本当にねちょっと引き締まった感じでも見えますし、すごくね合わせやすい色なんじゃないかなと思います。で、膝のところはねノースフェイスのプリントが、貼られているんですけども、まあ、ここがねちょっと、ノースフェイスのマークがドンとちょっとね目立っちゃいますので、まあ、その辺はね多少好き嫌いはあるかもしれませんが、まあ、前回ご紹介させていただいたあの日本限定発売のグラミチのあのナイロンパンツの方はあのブランドのロゴですね、ここは同色で刺繍施されている感じでしたので、まあ、あっちもねシルエットすごい綺麗かったので、またよければ、昨日のね動画見ていただければ、まあ、ちょっと、詳細はわかるんじゃないかなと思います。でこちらがですね、グレーの方の M サイズを履いております。まあ、あんまりねぴったりするのがそこまでお好きじゃないよって方とかは、まあ、ちょっとワンサイズ上げていただいても、これに関しましては全然、個人的には許容範囲なんじゃないかなと思いますので、まあ、あのフィット感があまり好まない方はちょっとワンサイズ普段より上げていただいても、まあ、元々がね結構すっきりめでフィット感のあるタイプとなりますので、まあ、そこまで大きくワンサイズでしたらシルエットは崩れないんじゃないかなと、感じました。で、ウエストに関しましてはね、ドローコード、ありますので、そちらで全然調節はしていただけますし、まあ、裾の溜まり具合も163センチで M 履いて、このぐらいのクシュッと感ですので、まあ、僕の、個人的な感覚ですけども、全然、これはこれでしたら全然ありな、感じの緩さかなと思っております。まあ、これ以上ね、ぐしゅっとなるようでしたら、結構ね、やぼった印象にはなりやすいので、まあ、緩く履く限界のサイズがワンサイズアップぐらいかなと思っております。はい、ということでね、今回ご紹介してきました、ノースフェイスのフレキシブルアンクルパンツですね。こちらが何といってもね、一番の魅力はコストパフォーマンスですね。お値段が税込みで9350円と、なっております。まあ、1万円でね、本当にこの、シルエット、この履き心地、この、質感っていうところがね、体感できるんであれば、全然コスパはめちゃくちゃいい方かなと思っております。まあ、本当にね、普段使いはもちろんなんですけども、まあ、本当にいろんなシーンで活躍できるパンツですし、もちろんリラックスウェアとしてもね重宝しますし、ご自宅とか、でねちょっと楽に過ごしたい時に履いていただくパンツとして使っていただいてもめちゃくちゃいいですし、もちろんねイージーケアですので、もうガンガン洗濯していただいても大丈夫なところ、まあ、気を使わなくていいっていうところはねめちゃくちゃポイント高いんじゃないかなと思います。まあ、これでねもう1万 4,5 千円までいくとちょっとね値段的にうんってこう悩むケースの方が多くなるかなとは思うんですけども、まあ本当に1万円以内でまだお釣りが来るぐらいの、形パンツですね。まあそれでいて、まあ流行り廃りがねそこまであるようなタイプでも全然ないですので、長く履いていただけるっていうところはね一つポイントかなと思います。まあ秋冬物で入荷してるのでご紹介してるんですけども、まあただね真夏履くとやっぱり汗かくとね結構ピタッとひっつきやすいかなと思いますので、まあ、その辺だけはねちょっと今すぐ履いてしまうとなかなかちょっと難しいところは出てくるんじゃないかなと思っております。ということで次の動画までまた、さようなら。